ペーガニズム、ペーガニズム、パガニズムとは、自然崇拝や多神教の信仰を広く包括して指し示す、陰謀語圏における言葉であり、アブラハムの宗教を、アブラハムの一神教の視点から用いられている言葉である。不別語や差別用語として使われることが多い。一方、アメリカ合衆国では1960年代以降、ペーガンと自己規定する、 人々の様々な折衷主義的で、個人主義的な無数の宗教運動が各地で発生しており、ペーガニズムという言葉を従来とは異なった価値観を持って使用する自称ペーガンないし、ネオペーガンが今日では数千人以上の規模で存在する。民族学者が自然崇拝や多神教の信仰を示すのに、ペーガニズムという語を用いることはない。 自然崇拝と多神教は同じものを指してはいないし、ペーガニズムの語以外にもっと適切なカテゴリ名、例えばシャーマニズム、多神教、アニミズムといった名称があるからである。このペーガニズムという語にはしばしば部別の響きがあり、英語のヒースン、インフィデル、イスラム圏でのという語に相当する。また、ペーガンはイスラムの用語、つまり、 アラー以外を崇拝する者を英語へ翻訳するときに通常用いられる語でもある。英語ペイガンの語源はラテン語の形容詞ペイガネスである。名詞ペイガネスは田舎の住民、村人を意味した。口語的には誰かをバンプキンとか産地住民を伏別してヒルビリなどと呼ぶようなものであったと思われる。ペイガネスはほとんど例外なく伏別語として用いられた。ちなみに 英語のヴィランもペーガン同様にヴィラジャーという語から派生した語である。傍聴するキリスト教信者らが北欧やスカンジュナビアの異教徒をヴィランと呼んだ。キリスト教信仰は極めて初期の時代から田舎よりも都会において浸透がはるかに早かった。例えば、アンティオキア、アレキサンドリア、コリンと、ローマなど。実際、初期のキリスト教会はほとんどすべて都会にある。その結果時期に、 田舎の住人は、非キリスト教徒を意味するようになり、ペーガンが、現在の意味を持つ起こりとなった。このような浸透速度の差は主に、田舎の人々が、保守的な性格で都市部に住む人々よりも、キリスト教という新しい思想に対して抵抗した、こと関係があったのかもしれないし、あるいは、初期の宣教活動が、人口が拡散している田舎よりも集中している。 街中に力点を置いていたためかもしれない。ラテン語ペイガネスの古典期以降の、ヒキリスト教、不信人者としての意味論的な発展は、はっきりしない。この意味がいつ発生したかは、論争がある。だが、4世紀が最もそれらしいと思われる。初期の使用例は、テルトリアヌスのドコロナミリティス際にある、アプロハンク、SC、クリーストムタム。 マイルズへペインガネスフィデリースクワムペイガネスへマイルズ、インハデリス。だが、このペイガネスは、不信心者より、市民という意味で解釈すべきであろう。この意味の発展については、主な説は三つある。フランス語ペイザン、オザクミノリ、小規模な農家は、英語ペイガンと同じラテン語を起源としており、古フランス語ペイツントを経由したものである。そもそも、ラテン語ペイガネスは、田舎。 地方を意味する、ラテン語ペイクスから派生したものであり、このペイクスは、ギリシャ語の、パゴスイコール岩だらけの丘の糸道であり、さらに遡れば、ランドマークとして、地面に打たれた、何かに行き当たる、インをソ母の交換。ポーマイナスは、固定されたという意味で、ページ、ページ、ペイル、作、ポール、ポール、パクト、契約、ピース、平和などの語源になっている。 比喩的な用法を通して、後にペインガネスは、田舎の地方、村、地方在住者を意味するようになった。ローマ帝国が、軍事独裁の傾向を強めていく中で、4世紀から5世紀に、それは、市民を意味するようになった、英語で言う、地元住民と類似した意味合いで、この言葉に、負のイメージがつき始めたのは、後期帝国が濃度性を導入し、 農業従事者が法的に土地に縛り付けられるようになってからのことである、ノード三章。同時にこの単語はウェルギリウスが農耕史で尊敬の念と共に触れような地方に住む人たちの素朴な古くからの信仰を暗示するようになった。似た意味を持つヒースン、下記と同様に中英語を話すキリスト教信者によってあまりに素朴であるためキリスト教を信仰しない。 人々を罵る言葉として採用された。加えて、ヨーロッパの田舎は、キリスト教の押し付けに対して、最も抵抗した土地柄であって、ヨーロッパのキリスト教世界に対し武力で抵抗し、頑固に自然信仰を守ったため、中世においてこの言葉の意味合いは再度強調される、ことになった。前述のように、ペーガンは、保守的な心情を抱く、田舎の人々に対する侮蔑語となり、 交互化の進展とともに、主に都会の信仰勢力であった、キリスト教家されたローマ社会に対して前キリト教、非キリスト教的な信条を指すようになっていった。現代という信仰の大きな変革期に西洋文化圏に属する田舎の人々は、保守的な伝統的な価値基準を持ち続けているのであるが、聖書地帯に見られるように、これら地方の保守主義者たちは、 現在、世俗化されたアメリカ合衆国の都市部と対決している。ペーガンは今では、保守的な心情と価値を保つ、田舎の人々というよ、前キリスト教的シャーマニズムを概念化した用語として、確立している。21世紀の地方在住保守的キリスト教、信者層は、文化的に見て、第1及び第2000年期における、ペーガンの共像のような存在だということもできよう。 初期キリスト教会の新プラトン主義者たちは、洗練されたパゲンら、例えば、プラトン、ベルギリウスの価値を、キリスト教化しようと熱心に試みた。このような努力は、インテリ層に対しては、多少の影響があったが、ペーガンによって示されるもっと一般的な偏見を、取り除くことには、ほとんど力がなかった。ペガンという言葉は14世紀から英語に、確認できるが、 ペイングネザムという言葉が17世紀より前に用いられた証拠はない。OED は、エドワード・ギボンのローマ帝国水防止にあるザ・リビジアンス・オブクリスチャニティサスペンデ n i t y Suspended to を例示している。これはしかし新しい造語ではなく、アウグスティヌスがすでにペイングニズマスという言葉を用いている。 キリスト教の都会生はアウグスティヌスの著作から例示することができる。ドチバターテデイコントラペイグノス。ペーガンに対抗する神の死でアウグスティヌスは、ローマ滅亡に直面して困窮する、都市生活キリスト教徒を励ましている。大いなる、人の都市は、滅びようと、キリスト教徒は、神の都市における究極の市民であると指摘した。スラブ人、特に東、スラブ人は、ペガンを、 無別語として取り入れた。大略、陰険な野獣と訳される。語源に関する、この説は、スラブ人が西のキリスト教を押し付けられて、以降、自分たちの中に残った非キリスト教について否定的で、あったという事実による。アダム・ゴーイトリーのザ・プランクスターザ・コンスピラシーによると、自然宗教の崇拝者をペーガンと呼んだのは、の提唱者の一人、であった。 ヒースンは古英語ヒースン、キリスト教徒ではない、または、ユダヤ人。コノルド語のハイスンと比較されたいから来ている。歴史的に、この単語はおそらくコート語のヘイシー、荒野に住む者の影響を受けている。ヘイシーはの聖書、ギリシャ語から、コート語に翻訳されたの中に、ヘイスの、優しい女性、マルコ7時26分として現れる。この翻訳はおそらくラテン語のペイガネス。 田舎の住民に影響されたか、ギリシャ語のエセナ、民族、異教徒、異邦人との類似性から選ばれたものだろう。ゴート語のヘイシーはヒース、アレチとは関係なく、アルメニア語のヘサナス、これ自体はギリシャ語のエスノスによるによるのではないかとも長らく示唆されてきた。歴史的にペーガン及びヒースンは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教といった一神教の信者によって、 自分たちの宗教を信じないものを指す軽蔑語として用いられてきた。スコットランド及びアイルランドではヒースンが今もなおカトリック教徒によって非カトリックに対する軽蔑語として用いられている。ペイグネザムもまた時として使用されている一神教に対する信仰の欠如として用いられ、よって時として無神論と本質的に同じものを意味することがある。ペイグネザムは しばしば歴史的な古典時代の宗教、その中でも突起すべきは、キリシア神話と古代ローマの信仰であるが、を指し、中立的な用語あるいは称賛を秘めた用語として、これらの信仰を指す用途に用いることもできる。だが、西洋社会の中に、ロマン主義と信仰の自由が起こるまでは、ほとんど常に、ペイングネザムは、キリスト教会が確立した政治的な枠組みから取り、 こぼされた異端を罵るために用いられた。一神教信者をむしろ特殊な存在として、あるいは、色眼鏡をかけずに扱うべきだと信じる人々によって、この言葉が賞賛を込めて用いられるようになったのは、ようやく19世紀に入ってからのことである。ペーガンはまた、ヘブライ語のパガニーに、森の住人にも由来する。ペーガンは、俗な、キリスト教的な意味での快楽主義者と、 同一視されるようになり、感覚的な物質主義の一人よがりの将来に目を向けず洗練された宗教に関心を持たない人物がトレテルを貼るために用いられるようになった。ペイグネザムの限界について注意を喚起したい人々は通常この言葉を以上のような俗な意味合いで用いる。例えば GK チェストトーンは次のように書いた。ペイガンはよく言えば 自分を楽しもうと試みた。だが、文明化された時、彼は発見したのである。自分を楽しむものは、他の何も楽しめなくなると。ヒースン、古英語で、ヒースンは、ペイガネスの訳である。この言葉は、特にドイツのペイングネザムないしドイツのニオプイグネザムについて用いられる。ギャストルフ文化に源流を持つゲルマン民族は5世紀までに、東欧及び中央に分布した。 その時から、ゲルマン語の各方言は互いに意味が通じなくなっていった。ゲルマン人のキリスト教家は四世紀、ゴート族から六世紀、アングロサクソンにかけて、内誌は大陸では八世紀、サクソンにかけて起こり、九から十二世紀にはアイスランドとスカンジナビアもキリスト教家された。は、ペーガンを次のように分類した。英語版へのリンク、別の用法として、 現代の実践家は、ペイグネザムを不信心に限らず、多神教や半神教の意味で、しばしば自然を基盤にした宗教行為を指して用いることがある。それらには、復興主義者たちのや、さらにはもっと近年になって、およそ1940年ごろ成立したウ家ッカが含まれ、これらは通常、ネオペーガニズムと呼ばれる。ネオペーガニズムの信者たちはしばしば自らを、 単に、ペーガンと呼ぶが、本項目では、ペーガンといった場合主に古代の宗教を指すことにする。ネオペーガニズムに含まれる宗教は他にも、フォーンセット、ケルトのネオドルイド教、ランゴバルドのオディン崇拝、リットアニアのスラブのがあり、近年になって、再構成されたものではなく、古代宗教の復活であると信者たちは主張しているが、その違いは、はっきりしない。 これらリバイバル的宗教は、特に、ウイカ、アサトルー、ネオドルイド教において顕著だが、その起源を19世紀のロマン主義運動によっており、当時流行していた、神秘学内史は、新知学の名を明瞭に留めている。その点、歴史的な田中で信じられていた、民間宗教とは異なっている。は注目すべき例外であり、これは多かれ少なかれ直接的に、 生き残った田舎の民話から導かれたものである。それでもなお、ある実践家たちは、統合を思考する場合であってすら、自分たちの信仰が、ネオペーガニズムという用語で呼ばれることに抵抗する、傾向がある。というのも、彼らは自分たちのしていることが、決して新しいことではないと考えているからである。また次の点も指摘しておきたい。現在のところ少数派ではあるが、 1990年代以降、復興主義者の間で、ロマン主義的なあるいはオカルト的な要素を、キリスト教以前の要素とを分離しようと努力する、動きが強まっているのある。工業化された社会に住む、現代のペーガンは、自分たちの心情と実践の基盤を、大自然及び生きとし生けるものすべてに宿る神聖に、結びつけている。だが、 過去から現在に至るすべてのペイングネザムがそうだとは言えないだろう。数多くの神がいると信じる場合も、すべての生物に存在する意識下の精神、あるいは霊が全宇宙的に統合してと柱の神となると信じる場合もあり得る。戦死時代に遡るペイングネザムの起源はもはや歴史の彼方に失われてしまったが、近代的な一神教よりも古い。古代のペイングネザムは、 アテナイのアテナのように、土地土地の神を崇拝する傾向が強かったが、古典時代を通してまた、アレキサンダー大王の統治に従い神々が統合された後には、それぞれの神オリュンポスの神の様々な面が発露したものだと見られるようになり、が、都市ローマの人格化であったように、国の神々が各地方に浸透していった。アンションレジームの面々は自分たちはこれらの神々の、 地上での代理人であると主張し、それは大なりこなり国家を支える宗教者たちの官僚機構によって支えられたものであったと思えれる。これはペイングネザムと主流派のがある程度共通に持っていた特徴でカトリック及び英国国教会の歴史や過去及び現在のイスラム教にも見出されるものである。一つの確立した用法としてペイングネザムには 一神教以外の何らかの宗教を信じることという意味がある。となると、古代ギリシアのピタゴラス教信者はペーガンではないことになる。なんとなれば、彼らはアブラハムの宗教の伝統とは異なる一神教を信じていたからである。否定的に極論すれば、宗教的に正当とされない一切の信条、儀式、楽しみ等は、それに手を染めると反対派からペーガンと呼ばれうる。 ものだということになる。例えば、バーニングマン、ハロウィーン、果てはクリスマスに至るまで。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。